するする。ちょっとファンタジックな映像でごめんなさいね。杉越祭の途中ですから、まだあのうちのパンチによる血の量を拭いてないからね、そのカメラから。まあ、うちレビですから、あのこういうその宗教儀式を、その、こういう、あの、入り口、手口、出口に施すのは、その、ごく普通の、あの、行いですのでね、気にしないでください。興味持たないように。ね。ほいね、その、まあ、トヨタのね、会長の話じゃないんですけど、豊田章男さんの発言みたいって思われるかもしれないけど、その、性急な、その、温暖化阻止っていうのはね、無法なことが起きるっていう、その、一番恐ろしい例が、例っていうか、一番恐ろしい提案がね、それは日本列島の火山をね、噴火させたら、一気に地球温暖化の問題なくなりますよ。世界中、その火山灰の下、空も光を通さない。作物も育たなくなるけど、地球温暖化は一気に収束する。ね、実はその地球温暖化による、その、洪水、それは極点の、ね、北極南極の氷溶けますと、その地上に溢れる。その圧力で十分火山はね、噴火するんですけど、ただ、現在、その人工的に、人間の技術でもね、火山ぐらいやったらね、わざと噴火させれますね、本当はね。だからまあ、地震がね、大震災が、まあ、火山の近くに来なくてよかったなっていう話でもありますけど、熊本地震もね、火山の近くに来たでしょ。あの時は噴火しなかったけどね。だから、十分噴火させる科学技術はすでにありますよ、火山ぐらいならね。で、日本やったら連鎖噴火しますからね、多分ね。地震がちょっとでも激しかったら、火山の近くで。で、可能性が高いってことですよ、極めて。そんな目に遭うてる民族ですから。ね、そして、大和民族がやってきて以降も、そんなことがいっぱい起きてるからね。まあ、うちら大和民族にないですけどね。大和民族に侵略された日本先住民、恵比寿民族ですけど。まあ、それは神話にもさすがに言及してあるけどね。だって、結局、あ、そうそう、うちはアマテラスですけど、先住民なんですよ。そこをね、また上手にね、すり替えて書いてるわけ。さてさて、大陸の方じゃ、犬の精子とか、ね、カラスの精子、亀の精子などって言ったでしょ。で、じゃあ、噴火しないんですかって、噴火するよ。ちょっと噴火してるでしょ。アイスランドとか、ベスビオ火山。イタリアのね、古代ローマの遺跡の。ちょっと噴火してるし、大陸言うとも。あと、北朝鮮もちょっと噴火してるでしょ。あれは大陸の下からグワンって出てきて。北朝鮮の人、いや、満州の人が、あの、白頭山をめっちゃ侵攻するの。大陸を貫いて出てきたからやんか。大陸のことをけしからんって気がついてるわけ。白頭山を侵攻する方々はね、もちろん。日本列島は大陸の下から出てきたんじゃないからね。うちの吹きでも言ってるでしょ。他の動物由来の腫瘍じゃなくてね。じゃあ、ユーラシア大陸のこと本当に怒ってしまったら、うちが。ユーラシア大陸の下から白頭山、ベスビオ火山みたいに、ドドドドーンって火山が噴火するねん、実は。それをぐっと抑えてるんですよね、ユーラシア大陸は。まあ、牛も抑えてるし、犬も抑えてるって形ね。そしてそこに、メム、すなわちインドア大陸が、突撃したわけだけど、あれも抑えてんの。なんでかって、ヒマラヤの下、チベットのね、下に、あの宮殿、ポタラ宮殿の下に、大火山があるんですよ。そのあたりをね、実は、トールキンはなんとか表現しようとしたわけだけど、地下世界があって、火山があって、下はあったかい世界があって、ただ、真っ暗やから、やっぱりね。だから、肌はみんな白いんですよ。白人ばっかり。白人になってしまってんの。白人どっか出てきたんですかって。チベットの底から出てきて、地底から出てきたんですよ。多数はね、主力はね、もちろん宇宙から帰ってきた白人もいるけど、それはもう地球のね、環境に馴染まない遺伝子になってた代謝能力がね、地球の風土を代謝できないようになってしまってたけど、まあ、慌てて地底に隠れてた地球人と混血した。その地球人は、その前が何であろうかじゃなくてね、その前黒人だったんですけど、白人になっているよね。地底に行ったら白人になりますよ。ね。っていうわけなんですよね。で、
ただメム、じゃなんでメムの激突で噴火しなかったんですか、なんでインド大陸の激突でユーラシア大陸の隙間が噴火しなかったんですかっていうのはね、実はメムっていうのはうちのおばさんやね。で、要するに浅田美代子さんや、メムって。の、母親やな、浅田美代子さんが卵子を一部破損させて、で、腫瘍にさしてくれたパン。実はね。で、実のおばですよ。だから変なこと起きひんし、そのなんちゃう拒絶反応が起きひんわけ。ただ、その、うちに拒絶反応を起こした牛の精子や犬の精子の上に突撃してくれたから、うちとも同化しないから、地球の中に吸い込まれていきもしないわけね。でしょ、あんだけ近い親戚な実のおばなら、吸い込まれていくんですよ、実は。でもそれはなかった。なんでそんなんがあったかと、うちの母は、うちのおばの卵子も持ってて、普通そういうもんですから、女性ってね。自分の卵子だけ持ってるわけじゃないからね。だからうちの母は浅田美代子さん似てるんですよ。さん付けしたらいいんですよ、おばやから。浅田美代子似てるんですよ。まあ、麻生も似てるでしょ。浅田と麻生、顔似てるでしょ。まあ、その辺の事情はこの後ね、はっきりしてくるかもしれん。うち以外のソースから。ね。ただね、その、外側から、そのプラズマ照射って言ったでしょ。それは、レーザー治療のことなんですよ、がん細胞の。ところがね、その、レーザー治療は怖いって言ったから、プラズマは怖いって。だって人が住んでるのにって言ったんですよ。そうしたら、でも、がん細胞は殺さなきゃいけませんからって言って。ただ、金属治療っていうのがあります。そう。金属、火山性ミネラル。による治療っていうのが、今あるんかな、その次元ではあって。で、それを、腫瘍に、ちょっと、注射というかね、することによって、腫瘍の活動を停止させれます。と、ユーラシア大陸って腫瘍活動停止してんねん。死んだ状態やねんな、精子が。もう精子あれ以上活動できへんから。あとは、うちの細胞分裂に任せて分裂していくだけやねん。ユーラシア大陸って。何が刺さったんですかみたいな。だから金属ちょっと注射してくれてん。上の世界で、先生が。ね、産婦人科じゃないよ。産婦人科に入院してたけど、別の科の先生が来てね。ああ、がん細胞になってるけど、これ何とかしないと。いわゆるマリコのことをね、キュッと注射してくれた。それが実は地球上にね、いろいろたくさんある金属の元なんですけどね。で、だから人体には本来ないはずの金属がある。多量にある以外と。それはその金属治療のせいなんですよ。ね。ヤマト隊もそう。ヤマト隊の下には金塊があります。ね、それを掘り出したら、ボコって下からなんか出てくるわけ。金の下から。で、ユーラシア大陸に差し込まれた主力、主なやつは、ソーダライトの破片、まあ、ソーダライトボースっていう。これが一番効くんですよ。腫瘍はこれで死にます。ところが地球ではそれはね、ラピスラズリになってしまった。つまり、ペルシャのラピスラズリ、ルリ鉱石。あれやね。すごい価値やね。そやけど、それを掘り出してみんな。ユーラシア大陸が活動再開したらどうすんの、大陸に住んでるとみんな犬の顔になってくる。おーおーおーって。な金欲しさに掘り出すなよ。ただな、ペルシャに対して空爆できへんわけだから、アメリカはそれ知ってるから。どんだけイラン、イスラム共和国と憎し言うてもね、絶対イランに空爆できへんわ、アメリカは。ルリ棒に当たったらえらいことやもん。普通の爆弾が当たっただけでも、まあ、所詮、ラピスラズリですから、ルリですから。大破砕するわね。すごい振動で。ラピスラズリ結晶というか、まあ、あれ結晶じゃないって説もあるけど、ラピスラズリはね。だけど、非結晶の部分があるだけやから、いわばね。結晶部分が多いから、金属な、あ、貴金属というか、まあ、宝石なんですよ。その宝石に爆弾当てる。どんだけ巨大な宝石の柱でも。ただ、ソーダライトが地球に刺さったら、ラピスラズリになったわけ。でしょ？その下に何があるんですかって言ったら、ユーラシア大陸、突っ切ってたら怖いね。ね。めっちゃすごい価値ですよ。ヤマト隊の金塊も、ペルシャのラピスラズリも。掘り出したらあかんね、絶対。大陸また復活して、息吹き返してまた、主要活動始めようの。な。えらいことになるんだよ。な。うちの世界で、うちの星で、うちの女性だよね。金欲しさに、そんな、もう掘り出したらあかんから、ね、言ったって。警告やからね、これ。
他にもいろんなとこにそういう金属治療を施してあるんだ。アメリカ大陸にも施してある。アメリカ大陸の方に施されたら鉛ちゃうかな。鉛怖いわよ。いや、これ安全な、あの、化合物系ですから。まあ、歯にも使ったりしますようなものでして。そんなマグネシウムに変わってしまってる可能性があるからね、アメリカ大陸で。掘り出すのよ、喜んだ、嬉しがって。どんだけ価値あっても、アメリカ大陸に寄付を引き返して、主要活動を始めて、もう地球人、うち以外全員獣人になってしまうからね、金欲しさに。